ドボン、そうドボンはもちろんさコンサートに出たいし頑張りたいって気持ちすっごいあるし、リーもたまにドボンしてるし、たまにってかしてるし、ドボン頑張りたいんだけど、日中がドボンできなくて、平日とかドボンできる時間がちょっとしかなくて、年齢制限もあって、そうファンの方にさ出たいですって言いながらも自分ができなかったらさ、いやそれはちょっと違うじゃん。なんかやるならちゃんとやりたいし、だけど自分ができないのに、できないのにさ一緒に頑張りましょうとかさ、ちょっと嫌だし、いやレミの中ですっごい嫌なのね。なんか他人任せというか、他力本願はね絶対嫌だし、ファンの方にもさプライベートがあるわけで、だからその一緒に頑張りたいけど一緒に頑張れないわけじゃん。そのなんだろう、そういう現実がすごく嫌いなので、あ本当にそうやってくださるの本当に嬉しいけど、でもなんか本当に無理だけはしないでほしくてそう、それでね体調崩してもあれだし、皆さんの生活がドボンでね大変になったらね、そう申し訳ないし、レミは学生のうちはそういうものには、そういうものというか、そう聞かれてたんだけど、ドボン頑張った方がいいとか言われてたんだけど、でもどうしてもさ学生っていうのがあってできる時間が本当にごく一部で、そこの時間で全部その費やすこともさ、あの難しいわけじゃん。難しいよねこれって、この問題。そうなかなかね言う機会なかったし配信もできてなかったから、なので皆さん今回は大丈夫です、あのたまにドボンしてるのでって感じでよろしくお願いします。あもちろん頑張るとき皆さんの力を借りたいときはもちろんやらせていただくので、そのときはあのお力添えをしてくださったらすごく幸いです。お願いします。その時はしっかりと言いますね。ありがとう、優しいね。そう全力出すのは今じゃなくていいよっていうのを言いたいね。確かにそう、それがね、それが合ってるかも。